何か塔を降り切って試練に合格したっぽいですが。西王の騎士の資格だっけ、欲しいなんて言ってないのにな。もらえるものは何でももらっておけ、それが壇ノ浦流の心意気や。ただの貧乏症なのでは。さて塔を降りたはいいが、事態は急変、魔人復活の呪しが上がる。おお、なんか予告っぽい。運のない男ライニール、その運の悪さは世界を巻き込んで滅亡させかねないものだった。詫び石の人だ。眷属の襲来、女神の来訪、そしてアグレッサの襲撃。事態は雰囲気を告げる。次回試練の当編完結。最後まで言わせてくれないだろうか。次回テレビアニメ、即死チートが最強すぎて異世界の奴らがまるで相手にならないんですが、エピソード7、第1問の常時解放を確認。さて来週の即死生命。羽が生えてる人らしいよ。それは人なの。